調やった阪神打線がな、2試合連続の完封負け。おー、去年の阪神かい、おい去年の阪神かな、21イニング連続無得で、おー村上勝利かい、リーグタイ記録狙わんでええの、そんな記憶は、そんな記憶は狙わんでええ、おー、な、連続無失点ちゃうから。連続無得点記録なんかやんねん。なあ。変な形で村上さんの真似をするな。おー。よくよく考えてみたら、ゴールデンウィーク、最後の広島と2試合、雨天中止や。そっからヤクルト戦、2試合連続完封負け。ギャーサーボイやろ、おい、ギャーサーボイやろ、これ雨乞いのせいやろ。ギャーロスが雨乞いして、コイキングカープ、広島カープが、なあ、阪神から逃げたんや。おー、あの絶好調やった阪神打線恐れて雨降らして、おー、逃げたんや。おい、その雨のせいで、雨のせいでもう猛攻打線が締め出されたんや。おー、これすなわちこのヤクルト戦の2試合の連続完封は、おー、広島カープ戦や。おい、ドアインしてくれとんねん、これな。俺カープはまあこの2試合2連勝だよ。阪神から逃げておいて、お前ら2連勝か。なあ、だけあって、本日の試合振り返っていく前に、あっしゃーらーあーしーはーらー球審よ、ストライクゾーンのあやっとんねえな。ストライカー、ストライクゾーン。西勇輝の時な、ボールボールされて、おー、ヤクルトの時なんかな、ストライクなんか入っとったぞー。な、じゃあコース。ワイの姿だな、あの、ライトスタンドのサイド段付近は、もう、足払え、うれーって、足払い球審への、ヤジが、もう、やわなかったぞ。おー、2時間ぐらいだったわ。おー。ほんで、おっかなー、おい、西勇輝を変えるのが、あの時やろー、この時やろ、どう考えても、なー。なんで7回生かしたんや。7回はええやろ、もう6回2失点でええやん。まあ、100という時って6投発弾は、お、よしとしようか。あ、よしとしても、2アウト1三塁でな、青木は、左の青木はのところで、交代やろな、交代やろ、どう考えてもな、なんで交代じゃないねん、ここで。ここで岩沢やろ。昨日も投げとったけど、あ、1イニングや。1イニング。あ、こういうな、ビハインドのところ、これ以上と点は、阪神の同点逆転に支障が出ると、そういう時こそ岩貞班やろ。なあ、岩貞班の絶好の使いどころやろ、そういうところ。そういうところやろ、岩貞班は。なんでちゃうねん、なんで続投やねん。勝浪か、先発投手。なかなか投げするって、なあ。ドバイしたんやろ、岡田班。積極的な采配見せてくれよ。開幕3連戦の時とか、なあ、ちょっとなんかな、一歩遅いわな、青木派に打たれて、青木派に打たれてから、ピッチャー交代やろ。うん。これはもう、矢野監督と変わらんやん。矢野監督の時と一緒やん、これ。この3点目がな、なかったら、まあ、これもな、一発、セカンドのタイムリー悩んだ。まあ、打ち取ってたけどな、うん、2者打ち取ってたんやけど、でもこの1点めちゃくちゃでかかったから、これでな、結局流れもう完全にヤクルト行ってもうて、8回な、オフィズリハンが捕まって2点奪われるわけやから。ここはな、お前ちょっと、ピッチャー交代やったね。うん。試合もな、もう振り返るって言ってもな、正直そんなにないわな。阪神はだってそもそも、チャンスになってないやろ。3回と、まあ、6回もか。うん、3回と6回しかないやないかい、ないやないかい。おー、どうで襲来も歌われへんはずやわ。何しに来たんや、ワイらは。ワイら阪神ファンは。ロックおろしも歌えずに、チャンス襲来も歌えずにや。ほんで、やっぱりカツオは歌えへん、カツオカツオはおこらきや、なんか実は。隠れトラキラーなんか、あら、昔から隠れトラキラーやろ。トモスラッツなんかな、阪神戦、4戦4勝とかないけど、ないけどなんか地味に抑えてるよな。おー、俺は気づいてるぞ。隠れトラキラーや。隠れトラキラー、石川雅則。おー。あ、ちょっとな、この2試合で、だいぶな、ヤクルト、おー、ツバメ、大ツバメが、おー、高速移動でスパイスをな、上げまくってるから、明日もな、ちょっと手強い一戦になりそうや。あの、高速移動で素早さマックスになったな、オースダメを。こっちはレントラーのな、雷当てへんといけんから。ただ、そのな、速いスピードで、飛び回られたら、なかなか当たるかも当たれへんから。明日もな、全然入りそうにないわ、正直。あとな、お前らヤクルト、タイムリー打つたびに、お前らエアスラッシュやっとるやろ。
なあ、エアフラッシュやってない？タイムリー打つと同時にエアフラッシュやっとるやろ。俺やからお前阪神打線がひるんでるんや。ひるんでるんや。だから反撃できてん、その回。その直後の回とか。それはせこいやろな。エアフラッシュはないやろ。これは幹部分けするて。こんだけエアフラッシュ食らってたら。いつかはひるんもん、だって。ただな、一応話した。甲子園での、11連勝中やったか、今な。甲子園では負け知らず。この男の勝ち運に、おすべてをかけましょう。伊藤さん、明日は伊藤さんの真珠や。よろしゅー。